クワキュートル族の少女、クワキュートル族は北、アメリカ大陸北西海岸地域に居住し、若種語族に属するクワキュートル語を話すインディアンで、ある。ルース・ベネディクトの文化の分類において、図2に代表されるアポロ型文化に対して、ディオニュソス型文化に分類される。なお、書物で一般的な呼び名の、クワキュートルは古くからの英語表記クワキトルをベースに、かな表記されたものであるが、 現在カナダでは、先住民の権利保護の進展に伴い、民族が自称するクワックワカウェイキと呼ぶ傾向にある。日本語書物では、クワクワカワクあるいは、クワクワカワクと表記されるが、民族自称の発音は、クワクワキワクないしは、クワクワキワク、クワクワキワクである。クワキウトル族は、コウモラント島とバンクーバーと本島北東部の一部を、 生活圏としたナムギス族など多くの氏族に分かれ、ナムギス族のコウモラント島アラートベイがその中心集落であった。文化人類学、言語学上の分類では、キティマート周辺のハイスラ族、ベラベラのヘルツーク族を北クアクアキワク族と分類する例もあるが、当のヘルツーク族、ハイスラ族の人々に、自分たちがクアキウトル族の一部との認識はない。使用言語は、 ワカシャン語族の北部、ワカシャンに分類される、クワクワラ語だが、現在では、クワキウトル族の5%しか話す者がいない。なまた、同じクワクワラ語を話す民族に南クワキウトル族が、いる。クワクワラ語を、第一子供として話す子供がわずかなことから、言語としての寿命が危ぶまれるが、民族の間に保存、または再生への関心がある。狩猟民族で、 温暖な気候と豊富な資源を背景に定着型の生活を営む。海岸平坦部にカナダ杉を原料とする家屋を建築して集落を構成し、主張、貴族、平民、奴隷に序列化した社会基盤を持って秩序を維持している。長子相続 禁止、1951年に再開された。クワギウトル族は、他の多くの北米先住民と、同じく文字を持たず、民族に伝わる、歴史、伝説、昔話、そしてチーフなどの人物伝を文字に代わって子孫に、語り伝えるものとして、また、土地の所有を表すものとして、トーテムポールを建てる。クワギウトル族のトーテムポールの彩色は、伝統的な黒、赤、 緑に加え、白、黄色、オレンジ、水色、茶色等があり、クリーンキットハイダニスが、キックさん、ハイスラヘルツーク族らのトーテムポールよりも、色数が多い。これらの新しい色の塗料は、ヨーロッパからの入植者との交易によってもたらされた。人間をさらって食べると言い伝えられる森の女、そのクワは、クワキュートル族トーテムポール特有のキャラクターである。 魚介類は鮭を中心に、マス、ロウソクウオウヒョウ、タラ、ムール貝、クラム、カニ、鳥類はカモ、牛肉としてはアザラシ、オットセイ、ヘラジカ、マレニクマなどを捕獲する。野菜や果物では、ニンジン、ベリー類、ヘーゼルナッツなどを採集した。海藻は食す他に、蒸し焼きの包みに用い、植物を編んだバスケットで、石焼き料理を作った。 男性は、鮭の捕獲。女性は、野菜の採集を担当し、秋には大量のスモークサーモンを作り保存食とした。ハワイのラウラウやカルアピックに似た蒸し焼きもある。あずまさを、クックブックに見るアメリカ食の謎30ページ。ありがとうございます。